マイナス10キロ痩せる酢キャベツのアレンジレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクより痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひそちらもご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこの酢キャベツのアレンジレシピを食べると痩せることができるのかというその理由についてお伝えしていきますね。痩せるポイントがあるんです。まず一つ目、腸内環境が整うからなんですよね。もうこれは痩せるためには大前提の条件になってくるんですよ。なぜかというと、あなたの腸内環境が整っていないのにダイエットにいくら頑張って取り組んだとしても結果が出ないからなんですね。たとえ一時的に痩せれた、やったと思ったとしても、その先にはいかがですか、今までリバウンド戻っちゃったっていうことなかったですか。それはね、あなたがお悪いんじゃないんですよ。大丈夫です。何が悪かったのか、なぜダイエットが成功できないのか、その理由はあなたの腸内環境がお悪いからなんですよね。悪いまま取り組んだとしても結果が出ないのはそこに原因があるわけです。それはやはり痩せ菌と呼ばれる善玉菌をたくさん増やして餌を与えて育ててあげてですね、もう共存ですよね。もう同じ、まあそう、共に生きているわけなんですよね。その痩せ菌たちを無視して何かを取り組んだとしてもダメなわけです。ですからもし結果が出ていない場合はですね、あなたが悪いのではなくって、あなたの腸内環境がデブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちがね、多く住み着いてしまっているから、もうそれだけのことなんです。ではどうしたら良いのかということで、今回お伝えするこの酢キャベツのアレンジレシピをあなたがですね、今すぐ取り組めるように私ご準備しておりますから、楽しみにお待ちくださいね。ちょっとまだまだ続きます。この痩せるポイントの効果なんですけれども、2つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれるからなんです。これもとっても大事ですよね。なぜ太るのか、もうこれは簡単ですよね。血糖値、要は糖質を取る、血糖値が急上昇する、その間に脂肪が一気に溜め込むわけですから、逆に言えば血糖値の急上昇を抑えることができれば脂肪も溜め込まずに済みますよっていう、このいい効果を得ることができるんですよね。その効果を得るためには、この酢キャベツのレシピで使っている材料を使う必要があるんです。後ほど詳しくお伝えしていきますね。そして3つ目、栄養です。もうこれもとっても大事ですよね。栄養不足のまま取り組んでもダイエットは成功しません。なぜかというと、その痩せるために必要なホルモンが、ね、できないからなんですよね。ここもポイント。そして4つ目、低カロリー、まあ、カロリーもね大事です。今はそのカロリーばかりに目を向けるというよりは、この糖質量に目を向けてダイエットしましょうというのが主流ではありますけれども、でも明らかに太っているということは、食べてその入れたカロリーの量以上に動いて消費しないと太るわけですよね。ですから使う熱量以上の熱量を溜め込んでしまうとやっぱり太るわけです。ですから食べている種類も大事ですけれども、やはりカロリーもどんなにいいものでも取りすぎてしまっては太ってしまいますよねということ。そして5つ目、無添加であることです。この酢キャベツを手作りされることで、もう完全無添加食品を作ることができます。そのことであなたのお体に負担をかけない、まあ、イコール胃や腸や肝臓、まあ、そういった臓器に負担をかけないことができれば、あなたは痩せ体質になることができるんですよ。では2つ目の項目に移っていきましょう。何をということで、今回はベースが酢キャベツを使った、まあ、アレンジレシピになるんですけれども、まずはここで簡単におさらいしましょうね。酢キャベツが持つダイエット効果です。まずキャベツを使いますよね。これは水溶性と不溶性といって、もう同時に2種類の食物繊維が取れてしまうんですよね。もうこれすごく大事です。
片方に偏った食物繊維だけではやはりお通じがねすっきり出ないということになるんですよね。やはり水溶性で便を柔らかくして、不溶性で便のかさ増しをして押し出してもらうっていうね、この2つの両輪でやっとあなたのお腹がすっきりするわけです。でプラスこの食物繊維を取ってあげることで、あなたの腸内にいる痩せ菌たちのもう一番の餌になるんですよね。もうご飯を与えてあげないといけないわけです。その時に必ずこの食物繊維が必要になってまいりますから、このキャベツを取ることでそのなんと2種類が同時に簡単に取れてしまいますよということ。そして低脂肪であったり抗酸化作用もありますから、私たち女性にとっては、まあ、若返りですよね。錆びない体を作るためにもキャベツはしっかり食べると良いと思います。そして味付けは簡単です。お塩を使うんですけども、この塩というのは精製される前のビタミンやミネラルが残ったままの良いお塩を購入してくださいね。その1キロ100円前後みたいな、ああいったもう栄養がないお塩を使ってしまっては逆に腎臓に負担をかけたり太ってしまったり良くないことが起こりますから気をつけていきましょう。もうとにかくミネラル、ビタミンが豊富なお塩ですし、また実はお塩というのは私たちの体温をですねこう上げてくれる効果があるんですよね。あなたはいかがですか？今体温を測っていらっしゃる時に36度5分以上ですか以下ですか？やはりもうどんなに最低でも36度5分あるとやはり燃えやすい体になりまして、痩せることができやすい体質になることができるんですね。もしあなたが36度5分以下の体重であれば、やはり頑張って良いお塩を取ったり根菜類などの体を温めるたくさんのですね食材を取られるといいと思いますよ。そうすればもっと痩せ体質に近づくことができます。そして新陳代謝もアップしますし、ただ1日にだいたい5から10グラムまでとされる方がいいですね。どんなにいいお塩でも取りすぎてしまっては NG ということになります。ではスキャベツの材料の最後はこちらリンゴ酢ですね。さまざまな、お酢ビネガーってありますから、ベースは無添加のお酢であればどんなお酢でも良いですけれども、やはりリンゴ酢ってこうフルーティーでこう酸味も抑えていてこう続きやすいと言いますか、こう食べやすいと言いますか、飲みやすいと言いますか、とにかく長続きするためにはやはり美味しくないと続かないですよね。そこでやはりお酢の中でも私はリンゴ酢をおすすめしていきたいと思います。でこのリンゴ酢が持つ酢酸の働きで、まずはあなたの腸の動きがもうアップしてどんどん痩せ体質になることができますし、また先ほど冒頭でお伝えした通り血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がやはりリンゴ酢には高い。またカリウムの効果でむくみの改善をすることもできるんですよ。だってせっかくね体重が落ちたと思っているのにもかかわらず、むくんだままですと見た目が変わりにくい、分かりにくいですよね。そんなことにならないためにもあなたはこのカリウムの力を借りてどんどんむくみも改善されたらいいと思うんですよね。そしてもうとにかく内臓脂肪をどんどん燃やしてくれる効果があるのがリンゴ酢になります。その結果基礎代謝も上がって、いろんなカロリーを摂ったとしてもその代謝が上がるだけで燃えやすい、燃やすことができるお体に変わることができますから、ここも味方につけたいところですよね。そしてその結果脂肪がつきにくくなります。でまた嬉しいのが満腹感を得ることができるんですよね。例えばいかがですか？こうさっき食べたばっかりなのになんかもう食べたいとかねなってしまうのってダイエットの敵ですよね。そうならないためにもこのリンゴ酢の効果を使って、あなんかもう満足って次の食事までもう何も食べなくていいな、完食しなくていいなってなると本当に変わりますよ。太る原因の大きな理由の一つは間食をすることなんですよね。もうとにかくその量がそんなになくってもお口に運べば運んだ回数になるほどインスリンというその別名デブホルモンがですねやっぱり反応してしまって、その都度都度体重設定値をこう上げようとすることになりかねませんから、そこは気をつけていきましょうね。食べる食べないオンオフの時間をはっきりとつけるということがダイエットの近道の一歩にもなります。ではここでビネガーキャベツ、スキャベツのですね簡単に作れるレシピを改めてご紹介したいと思います。もっとさらに詳しく作り方とか様子ご覧なさいたい方は、
私実は別動画で実演を入れて動画をご準備しておりますので、この動画のアレンジレシピが見終わったあなたはそちらもぜひご覧くださいね。ビネガーキャベツ、まあ、要は酢キャベツのことです。で材料です。キャベツ1/4、リンゴ酢、こちらも天然の、原材料がリンゴ果汁 100% のみを使用したものを選んでくださいね。 100ml で天然のお塩、ビタミン、ミネラルが残っていたものですよね、を小さじ1/2をジッパーのこう袋がねできる保存袋に入れてよく揉み込んで置くだけでもう出来上がりになります。なのでその揉み込んだ後は煮沸ですね、消毒した、できればガラス瓶などのこう密閉できる容器をご準備していただきまして、そちらに詰めて、だいたい冷蔵庫で 1,2 週間は持ちますが、もう多分ね美味しくてもう1週間も持たないと思うんですけども、私も毎日よくね朝朝食にこの酢キャベツ美味しくいただいてます。でその時にまあね毎日毎日食べるわけです。本当に好きなんですよね、もう大好きで。でもさすがにですね、もう何ヶ月もその味ばかりですと飽きてくるんですよね。ちょっとねまたかなみたいな時もやっぱりたまに感じる時があるんですよね。そんな時にさらにこのダイエット効果を上げるアレンジレシピ、私がですね今回あなたに3タイプご準備していますから、この最後の項目で詳しくお伝えしていきますね。ではいよいよ最後の項目です。3つ目、どのようにということで、今回はもう酢キャベツだけでももちろんダイエット効果が高いものにはなるんですけれども、そこにさらに今味のアレンジをしてあげることで、私もそうですがあなたも長くですねこうずっと続けていただくための、まあ、工夫のアレンジレシピご準備しましたのでお伝えしていきます。で今回は私腸活専門家の観点から第3位から1位までのアレンジレシピをお伝えしていきたいと思います。ではまず第3位はこちらです。ブラックペッパーのアレンジになります。でこのブラックペッパーというのはもうご存知の通りも辛いわけですよね。うわ辛いと。でその辛みの成分のピペリンというね、まあ、可愛い響きですね、ピペリン。そう、これがですねやはり代謝を上げてくれるんですよね。でも痩せるためには代謝が低いとそのなかなか痩せないっていうのはもうご存知だと思うんですよね。もうその通りです。代謝が低いままですとその入れたカロリーを燃やす力がないわけですから太るわけですよね。で逆に言えば代謝が高い方っていうのはその同じカロリーを取ったとしても高い方低い方って全然違うわけですよね。もう消費するその力が違うわけです。なので代謝が高いだけで痩せるわけですよね。燃えやすい体になるわけです。ですからこのブラックペッパーを先ほどの酢キャベツのレシピにですね、もうお好みでいいんですよ。そんなねドバドバかけて召し上がる方いらっしゃると思うんです。私はですねその朝食のお皿に先ほどの酢キャベツをまあこう飾り付けて盛りますよね。そして盛り付けた後にこのブラックペッパーをこう上からパラパラとねちょちょっともうちょい足しするだけで簡単にできますから、もうこれは特に忙しい朝などにはおすすめですし、あなたもいかがですか？ちょっとアレンジしたいけどわざわざね作るとかめんどくさいじゃないですか。もうそんな時間ないってなりませんか？私はなります。なのでこのブラックペーパーをねちょい足しすることで OK なんです。それだけに代謝が上がるお手伝いをしてくれるわけですからね、よろしくお願いしますってかけるわけですよ。そしてあとはね血行を促進するんですよね。まあ、この代謝が上がるっていうのは結局体温が上がる効果があるから代謝が上がるんですけども、体温が上がるっていうことは結局血行が良くなるわけです。で血行が悪い方、まあ、低体温の方っていうのはね痩せないんですね。なかなかその根本的に痩せる体質になっていらっしゃらないからなんですよね。なのでこのブラックペッパーをちょい足しするとその血管が拡張、要は広がってどんどん血流が良くなって代謝が上がって燃えやすい体になりますよということで、今回第3位はこちらブラックペッパーを選びました。でこのブラックペッパーも原材料名をチェックしていただきたいんですね。もう胡椒と書いてあるだけのものを選んでください。余計な香料とか添加物とかですね、甘みとか人工甘味料とか入っているのは選ばないようにしてくださいね。それではどんどんいきましょう。第2位はこちらです。鰹節になります。私もこの鰹節いろんな
お料理に使うんですね。もう何がいいって簡単なんですよね。もうあなたもお分かりじゃないですか。もうこのね、袋から出してですよ、ピーッと破ってポイポイってパラパラって入れてパーッと混ぜるだけで、もう立派な天然の調味料になりませんか。で、まあ、ちょっとお醤油を足しても良いですし、塩麹や醤油麹とかですね、まあ、味噌とかも何でもいいですよね。もうこの鰹節入れるだけで、まあ味がね、日本人でよかったって思いませんか。もう私は本当に思ってまして、この実はスキャベツにですね、こちらももう朝もパラパラってかけるだけ、もうかけるだけで簡単にまたダイエット効果をね、アップさせることができるんですよ。ご一緒に見ていきましょうね。もうまずはこの鰹節って、ね、低カロリーなんですよね。ですからカロリーをまず気にしなくていいですよということ。そして脂肪分も低いですし、またダイエットを成功させるためにはタンパク質がしっかりとっていないと痩せることができないですよね。そのために必要な良質なタンパク質を、この鰹節をちょっとまぶすだけで簡単に取ることができてしまうわけですよね。そしてなんと気になる太る元です、糖質ですよね。この糖質量ももう格段に低いわけなんです。ですから安心してそのトッピングしたとしても、ああこれなんかまぶしたらカロリーが高くなるんじゃないのかなとか、食べ過ぎないかなとか、そういったことを心配せずに、プラスなんとこういったダイエット効果を得ることができますから、少しねベースのスキャベツに飽きてきたなっていう方は、この鰹節パラパラっとかけていただいても丸になります。ではいよいよ堂々の第1位はこちらです。はい、黒すりごまになります。ごまですよ、いかがですか。あなたも毎日ごま召し上がってますか。なかなかね、あ、忘れてたっていう方はもう今すぐ使ってください。ものすごくダイエット効果高いです。で、ごまといってもやはり白ごまと黒ごまであると思うんですけれども、お料理のですね、見た目的にはやっぱり白ごまとか金ごまとかね、あとこう白っぽい色の方が、まあ、キラキラ白くね、綺麗で、まあ、見た目も、まあ、映えるなって思うんですけれども、もしあなたが健康的で綺麗に痩せたいんです先生ってもう心から思っていらっしゃるようであれば、黒を選んでくださいねってことなんですよね。なぜかってその理由があります。アントシアニンです。アントシアニンってまあ黒っぽい食べ物に入っている成分なんですよね、まあ、黒ごまもそうですし、黒豆とかブルーベリーとかね、その要はこう黒っぽい食べ物になります。やはり白っぽい食べ物よりも黒っぽい食べ物の方がカロリーが低かったり栄養価が高かったり、まあ、するわけなんですよね。例えば白米よりも玄米、うどんよりもそばとかですよ、白ごまよりも黒ごまということで、このアントシアニンが入っている方がさらに内臓脂肪の蓄積を抑えてくれる効果があるんですよね。脂肪を溜め込むのを抑えてくれるんですよ。もうこれは絶対使った方がいいと思いませんか。なので私はごまを買うときはもう絶対に黒ごまにしています。なのでね、黒ごまをこうまぶすとこう見た目的にこう真っ黒なので映えないんですよ。でもこう大事じゃないですか、やっぱり健康で綺麗に痩せる方がいいなと思って私は黒を選んでいます。あなたも一緒に、ね、選んでくださいね。一緒に。で、また血糖値の上昇も抑えてくれるのが黒ごまです。これも先ほど冒頭でお伝えしました通り、血糖値の急上昇している間に脂肪がドーンってね、もうどん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 溜まるわけですが、それもギュッ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 と抑えてもらいましょうよということで、黒ごまを私はスキャベツに朝これもパラパラっとトッピングしてもう美味しくいただいているんですよ。さあ、いかがだったでしょうか。もともとスキャベツ自体がダイエットメニューにはなるんですが、さらにここで味のアレンジプラスダイエット効果を上げるということで、今回はあなたにトップ3ということでランキング形式でお伝えしてきました。日々ね、いろいろローテーションで楽しんでいただけたらなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。